女島の子たちのひじりです。今回なんですけど、はい、あげましておめでとうございます。2月でしょ。はい、なんでね、今にこの2月やのにあけましておめでとうございますかというとですね、今日2月の1日にあたる日がですね、旧暦の正月になると。なので、まあ今あけましておめでとうございますと皆さんにご挨拶させていただいたんですよ。なるほど、はい、ですよ、うん。で、まあその辺の話もちょっとさせていただこうかなと思うんですけども、ね、日本っていう、まあ日本ですけども、昔は単位暦でこうやってたと、暦をねしてたと。でそれが明治新後から西暦というのに変わって、なので今皆さんがご存知の通り1月1日が正月というふうになったと。こちらの方にもちょっと載せてるんですけども、月の満ち欠けでねやってたのが単位暦と。それで読むと、まあ2月の、これもこの2月の1日、今年は2月の1日なんですけれど、これ毎年違う感じになるんですよ、うん、っていうことになるんですけれども、立春と、まあ、旧正月がね重なる年というのがあるんですけれども、それを、まあ、ここにも書いてあるように作誕立春と言いまして、その時っていうのはすごく縁がいいと、まあ、30年に一度だけと言われているようなのが作誕立春という、まあ、縁のいい日と、まあ、両方重なるんでねっていうのが言われているという旧正月の話から入りましたけど、だ立春と旧正月とこれ混同しがちなんですよ。立春というのが、まあ新しい春になりますよという形になるんですけれども、これと旧正月とは一緒に思われがちなんで、結局正月にどっちが正月になってるとかいう話にもなってくるんですけど、その話をちょっとこの後にしていきたいと思っておりますので、よければ聞いていただいて、あとね、よくよく2月のこう節分あるじゃないですか。3日が、今年だと2月の3日が節分と、はい、その日に、まあ今年なら北北西を向いてこう恵方巻きを食べるというような、あとなんで甘め巻きをするとか、まあ、そういうのもちょっと言いたいなと思ったりしてるわけですよ。でそれだけじゃなくて、恵方巻きじゃなくてね、ある食べ物を食べても厄払いになるというか、ほうというような食べ物も紹介していきたいと思っておりますので、この後の動画もちょっと見ていただけたらありがたいと思っております。はい、でね、まあ、先ほどの前半の動画といったらおかしいですけども、次立春というのは何か、まあもう皆さん分かってられると思うんですけども、立春というのがね、24節句という、まあ太陰太陽暦ですよね、カナさん、はい、の太陽がこう行動のね、行動ので24に分けれてと。なんで24かっていうのはね、春夏秋冬とあるんですけども、春は6つ、まあ、6節句というか6節ですねがあるので、6のかける春夏秋冬で6424と、なので24節句と言われてるんですけど、まあ立春から始まるんですね。立春から始まって24節句でまた立春に帰ってくる。なのでね、正月とちょっとこう似た感じで、まあ旧正月とかにこう同じように思われるところもあるんですけども、旧正月は月齢というか、まあ月齢ってはおかしいですけど、月の満ち欠けね、先ほど言ったになるんですけども、立春の感じは太陽のそういう形で立春が決められていたと。まあ今もそうなんですけれど、まあその24節句の6つの春の感じで言うと、まあこちらの方にちょっと見てもらってね、まあ6節句、まあ6節句というか6節ですね、あると。はい、そこから始まるというので、でその前の日、まあ2月の4日が立春にあたる、今年ね2月の4日、大体2月の4日が立春になるんですけど、その前日というのは2月の3日で節分と言われるのがあるんですけれども、まあ節分って言ったら何が思い浮かべられるかと言ったら、はい、かなさん何でしょう。節分、はい、豆まきそうですね、豆まき、まあ、1年の家の中に、いる鬼というか、それを豆をまいて追い出しましょうというのが豆まきと言われてるんですけどね、まあまあなんでその時に掛け声が鬼は外福は内ですね。もう今やったらちょっと鬼滅の刃でねちょっと流行ってるんで、もしかしたら鬼は雷の呼吸一の型霹靂一閃服はうちになるかもわからないですけども、ね、着るというね、今流行りなんでね、っていう風になるかもわからないですけど、で日本の地方の中では鬼はうち福はうちという
ところもまだ残ってるんです。っていうのはまあ鬼のそういう鬼さんのねことでこう何かがあったところとかは鬼さんもうちにというような感じで残ってる行事もあると。ただ節分ってまあついなとかって言われたりしたんですよ。まあ今もついなって言われるところもあると思うんですけども、は何かって言うたらね、結局あの平安時代ですかね、皆さん。はい。平安時代に宮中で行われた、あ、まあ、大晦日にね宮中で行われたと言われてるんですけども、あの陰陽師の方とかがこう先にこう祝詞を上げてとか、その後にこの鬼を追い出すというようなことですよね結局。うんですね。まあこの詳しい話はまだあのね見てもらったらいいと思うんですけども、あのざっくり行かしてもらってるんで、というような行事がまあ今も残って、まあ宮中でも今してるんかどうかはあれなんですけど、ちょっと見らせてもらってね、まあ疫病とか疫神とかをこう払うという。感じですね結局で、はい、鬼洗い、はい、別名鬼洗いって言われてるらしいですよ。はい、鬼洗いというようなまあついなと言われるのが鬼洗いというような感じですね。はい、と言われてると、まあ民間でいう節分のことを言うらしいです。なるほど。はい、ただこの節分ってあるじゃないですか、今節分ってね、はい、もう皆さん思い浮かべるんであれば節分は2月のその、何日かって思われるとこもあるんですけれども、まあ立春の前の日というのを言われるっていうか、まあ皆さんの中にはあると思うんですけど、ほんまはこれ、立春立夏ですね、夏の立夏、立てる夏と書いてで立てる秋で立春ですね、で立冬ですね、この前にもこの4つともの前にあったんですよ。へっていうのはあの節分ってあの字見てもらった、まあ、字見てもらったら分かるんですけど、節を分けると、なので季節ごとに分けるというので節分と。なのでその節分の節分っていうのはその夏の日の前にとか、まあ今回でしたらあの立春の前にってまあ4回あったって言われてるんですけども、なぜこれが1回になってこう残っているかというのがね、あの旧正月も近いのと、あと立春がまあ結局はあの正月になるっていうのもこう言われてたり、まあ新しい春が来るというのでね、1年間で言うと新しい春になるんでねっていうので、その分に節分を残していった、これが残っていた感じなんですけれども、あの地方のところではこの4階、まあ、神社とかねではやってられるところもあるかもしれないです。はい、まあ、こう詳しいところは、まあ、ちょっとあれですけども、うん、まあ、場所によってね違ったりもするんですね。また違う、はい、あの、うん、そういうもしかしたらその節でやるような名前は変えてね、節分という名前ではなくやってられるところもあるとは思うんですけれど、うんうん、はい、でね、あの節分って言ったら先ほどちょっと前半で説明させてもらったみたいに、今年は北北西水の絵ですかね、水の塔でしたっけ、水の絵ですね、うん、分かんない方角を向いて恵方巻きを食べるというのがね毎年こう残ってる行事ですよね、はい、食べたらあの福を呼ぶというか、うん、が言われてるんですけど、もうこれちょっと皆さんあの知らない方も多いと思うんですけど、節分の日に豆腐を食べる、で 立春の日 にも食べてもいいんですけど、あのお豆腐を食べるというのがね、これはあの良いことになるらしいんです。まあ、これはあの結構ね皆さん分かってない方もいてるかも分からないですけど、あの神社とかでね大豆で作った豆腐とかを売ってはるとこもあるらしくて、はい、でなんでそれがええかと、節分の日に食べるとあの厄払いね、あの汚れを落とすと言われて、で立春に豆腐を食べるとですね福を呼び込むっていう、まあ清らかな体にして福を呼ぶというので豆腐っていうのは、ただその豆腐を食べるときにですね醤油とかはかけず、その白いまんまで食べると、これなかなかねあの知らないとこなんですよ、っていうか、まあ、知ってる方はね地方ではあると思うし、まあ、神社に詳しい方やったらもしかしたらそれ知ってる方もいてると思うんですけど、はい、でね、あのまあ豆腐の話も終わりましたけれど、もう一つね、次節分の、今節分とちょっと立春の話でこういう風なのをした方がいいですよみたいな感じで言わせてもらったんですけど、もう一つね、あのお寺とかでやったらあのお札が売ってあるんですけど、そのお札なんて書いてるかって言ったら立春大吉、立つ春に大吉と書いて立春大吉と読むんですけども、あのこれを縦書きにね書くとですね左右対比になるんですよね、これ、はい、対称になるんですか、対称で対比と違う対称になるんですね、うん、あのこ、表から見てもその字で裏から見てもその字になるというような、立春大吉、まあ、こちらの方にもちょっとこう載せているんですけどもになるんですけども、これをあの目の自分の目の上の高さ、まあ、玄関口とかですよね結局、うん、家の中の方でしょうけど、玄関の入り口に大人の目線よりも上、はい、おなかなか、はい、大人の春という、はいはい、これをすることによって、まあ、鬼というかね、まあ、そういう悪いものが入ってくると、そこに入ってきて
こう振り向いた時にあらここの家にまだ入ってないなってこう逆にこう思ってしまうというね。なので出ていくという、うん、で今度見てもあ入ったんやなってなるじゃないですか、うん、っていう話ですよね。入ってそれを振り向いた時にそのものを見て、うん、あんたここの家まだ入ってないわって一回入ったんけど出るってことですね、うん、っていう感じで。なんか分かるかな、分かる、分かります。なんだろう、鬼が勘違いする、そう勘違いしてまあ出ていくという、うん、なので家にはそういう鬼が入ってこないという、うん、いうことですね、はい、その札、まあ、これはあのお寺とか 通販とかでも売ってるんですよ、うん、ただあの小和さんの方の通販とかはちょっとわからないんですけど、うん、っていうの見たことないんでね小和さんでは、まあ、自分で書いて貼ってもいいらしいんで、はいはい、まあ、それはあの縦書きでね書いていただいて、はい、あのそういう位置に貼ってもらって、はい、ただこれ貼るのがいつまでやという話、まあ、その節分地後であの立春だけでいいんかっていう話なんですけど、じゃなくて来年の、立春までそれを残しておくという感じですね。はい、まあ、結局これをまたあの神社とかに持って行ってこたき上げとかしてもらうのもいいんでしょうね。その入れるとかあるじゃないですか、うん、っていうのでもいいでしょうし、うん、まあ、自分であの焼くというかでもいいでしょうし、うん、というところですよね、うん、はい、というようなこの2つのね豆腐で、今の立春大吉という話もさせてもらったんですけど、先ほどの豆腐も立春、大吉豆腐という感じで売られてるのもあると。そうそう、なんかあの、はい、神社に、大豆をお祭りして、はいはい、その、はい、大豆を使って、はいはい、そのお豆腐を作って売ってで、そこの神社で売ってるような感じですね、うん、で神社だけじゃなくてお豆腐屋さんでも売ってるみたいだけど、なんか立春大吉豆腐っていう名前で売られてることが多いみたいです。っていうことはまあいいことというかね、まああの1年の始まりではないですけど、うん、1年の春の始まりというか、うん、これから1年ね、まあ、うん、もうそれに関して言うと、まあ、ちょっとねこれあのスピリチュアル的な話になるんですけども、あの気が変わるというのもあるらしいです。気がね新しい気になるという、あの風水とかもそういうので、まあ、スピリチュアルという言い方でくくってしまったら悪いんかもわからないんですけど、占いの話とかで言うと風水とかで言うとあの気がこう変わって良い気になるためにという、まさか2月っていうのはすごく大事なあの月になるというのも言われてる感じですね、うん、はい。でね、あの自分らで何かこう簡単にできることはないかと、まあ豆腐やったらあの買いに行ったりせなあかんじゃないですか、うんうん、まあ立春大吉はこう書かなあかんしって、うん、まあ、自分でもできますけども、うん、もっと簡単にできることはないんかなというところで言うとですね、あの若水ということが あるらしいんですよ、うん、というのがね、あのその立春の朝早朝ね、このもうほんまや自分の水道でいいんですけど、水道の水をこう汲んでですね、これをあの神棚に、まあ、神棚あるところはですよ、神棚の方に祀ってもらって、で昔そのねちょっと新年じゃない新春というかになるので、それで雑煮を作ったりとかしたっていう風習も残ってたり、うん、あとあの、まあ、新しい春になるので天皇さんにこう捧げたのが若水と言われてたような感じですよね、菅さん、うん、はい、でその若水を結局あの飲んだら厄落としになるとか、薬落としというかあの悪いものをこう取ってくれるというか、あ清らかにしてくれる、まあ、汚れを取ってというような働きがあると。でそれを、まあ、湯で沸かしてというか、それでお茶を作ったらこれ福茶と呼ばれるような感じになると、うん、福茶、まあまあ、ずっとこう書かせていただくんですけど、ですよね。そうです、あの福茶っていうのも普通のお茶でこう沸かしても大丈夫な感じですね、確かにね、うん、なんかその若水を、はい、神棚に祀って下ろした後でそのお水でお茶を沸かして飲むと。ああでもその神棚がない場合は別にそれをあの朝に起きたやつでお茶を作って飲むのも別にこれはいいということですね、うんうんうん、大丈夫、まあ、これやったらね簡単にあのできることやと思うんで、うんうん、もしよかったらこの立春ね、あの若水で作る福茶もそうですし、うん、まあ、よかったらあの自分でねそのあのお寺とか そのねお札を買うのがちょっとあれやなと思ったら自分で立春大吉と書いていただいてこう貼っていただくもよしで、うん、あとスーパーとかでその豆腐を買ってきて食べるというのでやっていただいても大丈夫ですしね、うん、なかなかあのこの太巻きだけの話じゃなくてこういうふうなことも今も残ってる感じに、うん、っていうのはね菅さん言われてると、ね、なんか節分っていうとよくあのイワシ、ああはいはい、食べたりっていうイメージが多かったけど、はい、お豆腐でもいいんだっていう、あの何ですか、トゲトゲのこの何ちゅうんかな、この葉っぱね、うん、つけてこう目にこう鳴る世界鬼が消えへんと、うんうん、でその頭を飾るから残りの下は食べるみたいな、はい、なんかそれはまあ、 あの関西の方だけですか、関東はないんですか、
どうなんだろう、あんまり聞かなかったような気がするんだけどな。なんかもしかしたらそういう風習が残ってるのが、まあ、地方で違うかもわからないですけどね、うんうん、はい、というような感じでね、今回旧正月、今日の旧正月と立春、これから2月の3日での節分と2月の4日 の、 この立春のことについてちょっと話させてもらったんですけれども、ちょっとこの1個前のね動画で初詣りの話で、2月のその節分までは大丈夫ですよというような話もさせてもらったんですけども、多分もしかしたらこういう名残があるから大丈夫なんや初詣りはっていうのもあるかもしれないですね。うん、そうだね、はい、2月の7日、はい、今年は2月の7日が旧暦の春の七草の日です。あ、七草粥というのがありますもんね、はい、その時に七草粥を食べると疫病なんかあるんですね。うん、多分無病息災というか、うん、っていうのもあるし、はい、多分そのお正月で暴飲暴食した胃を休めるための日、そういうこともあるんですね、っていうのがなんかあったような気がする。まあ、結局この中国思想なところもあると思うんですよ、うん、五行のね漢字でいうところのという七つという、うん、っていうのもあると思うんですけども、うん、まあ、そんな感じで今回こうざっくりな感じで旧正月から始まって立春節分とかいうのをやらせていただきました。はい、で、まあ、次からはまたもしかしたら神社参拝の感じでこうやらせてもらう動画を上げらせてもらったりとか、あと自分らがね、またこれはずっと言うとるんですけども、ちょっと神社のこうボランティアとかもさせていただいてたんで、その時の経験の話とかもちょっとしていきたいなとカナさん思ってるんです、はい、でそういうのもこう出していけてね、もうもしかしたらそういうとこ知りたいなっていう人もいてるかもわからないんで、はい、出していきたいと思っております。でもしよかったらなんですけども、高評価、そしてチャンネル登録ねしていただけたらありがたいなと思います。で今までこうずっとこうね僕の動画見ていただいてる皆さんにはもうほんまに感謝しかないということで、はい、もういつもありがたいです。はい、はい、という感じで今回そういうことになりましたけれども、かなさんどうでしたか？いろいろ知れてよかったです。まあね、いろいろ知れてというか、うん、まあ春の一発目なんでね、で正月やったというのもあるんで、はい、うん、まあ、そんな感じで今回締めらせていただこうと思います。またそしたら次の動画でまたよろしくお願いいたします。どうも皆さんありがとうございました。